こんにちは、木下ゆかです。今日はね、皆さんに悲しいお知らせがあります。私ですね、毎日すごいたくさん食べてるじゃないですか。で、食べてるのに太らないですねってよく言われていたんですけど、私太りました。多分年齢なんだと思います。私は太らないっていうよりも、どんなにたくさん食べても吸収するカロリーが多分変わらないんですよ、と私は自分的には分析してるんですよね。すっごいたくさん食べても、もうちょっと少なめに食べても、多分私が吸収してるカロリーって一緒なんですよ。で、それを消費してるから、たくさん食べても太らないのかなって私は思ってたんですよね。でもそれがですよ、今までと同じ生活をしていたら、最近徐々に体重が増えてきたわけですよ。私これやばいなと思って、いや、まあ原因もね、多分年齢もあるんだと思うんですけど、最近ねマジで運動してないんですよ。昔はお散歩とか自転車乗ったりするのが好きだったんですよね。でも最近は自転車もちょっと骨折して怖くなって乗れんことになったし、散歩もちょっとね暇がなくてちょっとできないんですよ。太陽が嫌いだからで、夜中お散歩するとちょっとね危険だしねはい、それからもうしてないんですよ、私は。ちょっと怖くて、ただでさえ引きこもりなのに、いろんなことが私に起きるたびに、私はもうどんどん引きこもりになって、そんな感じですよ。はい、でですね、これじゃいかんと思って、私が今食べて吸収してるエネルギーでは消費しきれてないんですよね、この体が。だから最近ちょっと徐々に太っていってるんですよね。それで私ダイエットすることにしました。でも食べる量は絶対に減らしたくないです。なぜなら食べることが大好きだからです。食べるのを減らすぐらいなら太る方を選びます。でも食べることが好きだから運動しようと思ってね。はい、でそれで私が買ったのはこれですよ。じゃじゃん、皆さんこれ知ってますか？結構重たいんですよね。これはですね、ここを足で踏むことによって重たいここに両足を乗せて歩いてダイエットするやつです。私はこれを最近もうね、時間を見つけたら30分ぐらいして、またなんか編集したりして、また30分してまた編集したりしてみたいな、そんな生活を送っております。でね、プラスで腕も鍛えたいわけですよ。これです、これダンベルです。ダンベルも買ったんです。で、1キロのダンベルを手で持って、足踏みしながらダンベルをしながら、まあ、アニメ見たりしてますね何かをねしながらできることじゃないと嫌なんですよ。だからこれだったらアニメ見ながらとか YouTube 見ながらとかできるんで、最近これをいつもやっています。なんかね、筋肉がつけば消費カロリーアップするらしいんですよね。だから運動して筋肉をつければもっとたくさん食べれるんじゃないかと思って、何度も言うようですが、私食べることはね減らしたくないんでね。皆さん、もうすぐ夏が来ますので、ダイエット頑張ってる人一緒に頑張りましょう。私も好きなものを食べながら運動して癒せることにします。健康的でいいと思います、それがね。まあ、インドア派なんでな、私はね。スポーツもインドアです。じゃあ皆さん頑張りましょう。はい、今日はこんな動画です。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。ダイエット成功したらまた動画で報告します。